はい、どうも皆さん、こんにちは。N ボーイでございます。はい。まあ、開幕戦のね、G1 クライマックスが終わったということで、いろんなね、名勝負があったわけではございますけど、まあ、そんな中でもね、私、N ボーイが話したいこと、トップに入る試合というのが、第一試合の、ボルチンオレック VS 成田レンでございます。はい。まあ、この試合ね、めちゃくちゃ良かったですね。まあ、ボルチン選手が勝利をしたわけではあるんですけど、いやもうボルチン選手マジでいいわ。もうね、本当にいい。何がいいってね、もう全部いい。もう全部いいって。まずね、まあ、ボルチン選手、まあもちろんね、G1 クライマックス、初出場というわけで、まあ予選ではね、矢野選手、棚橋選手、それから、太一選手を破ってね、まあ出場ということで、非常にこれね、まあ期待をされているわけではあったんですけど、まあでもそうは言ってもね、やはり G1 本戦、いくらボルチンでもちょっと厳しいんじゃないかと。さすがにヤングライオンのボルチン、まあ体はすごいし、勢いもあるけど、やはり経験がないから、さすがにボルチン本戦はきついかな。まあ、正直、まあ、1勝できればいいんじゃないかと。まあ、なんだったら0勝でももういいよというふうにね、僕はまあ個人的に思っていたんですけど、なんと今回、ボルチン選手ね、B ブロックで、なんとね、1勝を挙げるというね、とんでもない快挙を、成し遂げたわけではあるんですよ。で、しかもこのさ、まあ、ナイト選手に勝ったわけなんですけど、全然そのおかしくないというか、超説得力あるんですよね。なんだったらもう完勝と言ってもいいぐらいの、ちゃんと内容で、ボルチン選手勝利してるんで、これはもうね、本当にボルチンね、すごいなと思いました。はい。で、そのボルチン選手って、これまではまあヤングライオンなんで、ヤングライオンの入場テーマ曲と、あとまあ、黒パンですよね。その黒パンスタイルで、ずっとね、入場されていたんですけど、今回の G1 からニューテーマ曲と、ニューコスチュームでございますね。はい。なんかこのカザフスタンの、なんかこの国旗をあしらった、なんかイメージをしたコスチュームだみたいで、なんかこう、カザフスタンの代表する動物のユキヒョウをなんか表す。バースっていうね、なんかそのニックネームを使って、ボルチン選手が来ると、なんかその青い水色の、ショートパンツと、あとなんかそのモフモフしたね、なんか帽子をかぶった、ちょっとなんか可愛らしいような格好ではあったんですけど、ボルチン選手がニューテーマ曲と、ニューコスチュームで入場。これはもう本当ヤングラインを卒業と見てもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、それぐらいの、感じで来ると。で、大田選手というのはいつも通りね、なんですかね、こう、まあ、黒いフードと、あと改良型のね、プッシュアップバーを持って、まあ、花道をね、進むわけではあるんですよ。で、まあ、成田選手はこう後から入場してリングに上がるんですけど、まあ、そこはもちろんハウスオブトーチャーなんで、もうゴングが鳴る前からもうその黒いマントをボルチン選手に投げつけて視界を奪ってから、まあ殴りかかるっていう奇襲攻撃から始めるわけではあるんですよね。はいはいはい。で、そこからまあフロントキックとかをね、するんですけど、まあボルチン選手というのも、ショルダータックルと、さすがですよね。もう体幹がやっぱ違いますよね。体が超でかいんで、本当にもう説得力しかないって感じなんですけど、まあその後ね、リング場とかね、リング外に行って、まあいろいろね、こう攻防をしたりね、成田選手がこう椅子をね、手にして、オレック選手、ボルチン選手をね、殴りつけたりとか、まあいろんなこうやっぱラフファイトを、していくわけではあるんですよ。はい。まあそこの間にもね、成田選手やっぱその関節技とかも非常にうまいんで、脇固めとかにもね、まあ、やったりするわけではあるんですけど、ボルチン選手もそこをね、まあ、逃さないというかもう回避すると。はい。で、ボルチンシェイク狙うんですけど、成田選手もこれを切り返して、逆にこう腕ひしぎね、逆十字の体勢にかかるんですけど、ボルチン選手がそれをね、なかなかこうかけさせないと。はい。で、成田選手はね、弾頭台で切り返して、最後にはね、コーナーの一番上からね、地獄の弾頭で狙ったりもするんですけど、ボルチン選手はこれをまあ返すと。そして、ボルチン選手というのはまあ腕ひしぎをね、狙う成田選手を強引に担ぎ上げて、まあ F5 ことね、バーディクトを決めると。そして最後に、神風を決めて見事にね、3カウント勝利をまあ収めたわけではあるんですよ。はい。いやー、もう本当にこれね、まあ成田選手もちゃんとその腕ひしぎとか狙って腕攻めをしたりとかして、まあやっぱ自分よりね、パワーも体格
もいいボルチン選手相手に奮闘していたんですけど、まあなんかもうボルチン選手がそれをパワーでねじ伏せたみたいな、イメージが、強かったですね。で、やっぱね、ボルチン選手は本当にね、僕何度も言ってますけど、この F5、まあバーディクトで F5 一緒なんですけど、この技が本当に映えますね。あの、担ぎ上げてからの、その、行動パターンというか技のチョイスがやっぱ一つ増えたんで、もうボルチン選手は担いだ時点でもうここでなんかもうちょっとおーっていうどよめきが、起きるんですよね。なんかイービル選手はこうイービル入る前におーってなったりとか、なんかジェイ・ホワイト選手がね、スイッチブレード入る前の対戦になって、おーってなったりとか、そういうのがこれから、もうこの超特大の技が決まるっていうその間っていうのが、ボルチン選手の場合は、もう担ぎ上げるっていう動作なんで、もうこれができただけでもやっぱ非常に、すごいと思います。要はお客さんっていうのが、あ、この技決まったらやべえなと、ボルチンのこの技はマジでやべえぞっていう、その、前振りっていうのが分かるようになったんで、まあ本当にこれはもうめちゃめちゃやっぱボルチンとしては、このバーディクトっていう技を、非常にボルチンにもぴったりだと思いますね。マジで似合ってるし、しかも、説得力ある。で、なんか最初の頃よりも投げ方とかね、投げ方も上手くなってるんで、本当にボルチン選手ね、いい技をね、手に入れたなっていう風に僕は毎日ね、感動の雨嵐でございますね。はい。そして最後の神風もね、しっかり決めていたんで、なんとボルチン選手がね、勝利を収めると。で、しかもこれボルチン選手何がいいってね、めちゃめちゃ好青年なんですよね。その、勝った後のコメントとか見てても、まあその、今回のボルチン選手のコメント見ると、まあお疲れ様ですと、今日は初めて G1 出て初めての試合で勝ったんだけど、まあすごくねいい流れだと思うんで、でもこれからね戦う相手みんな強いから、その強い選手と戦って、自分はもっと強くなると、で G1 の優勝を、目指したいと、うん。まあやっぱ G1 っていうのは、そのトーナメントの中で一番強い選手が集まる大会だと思うし、まあその大会に出れたらね、自分もプロレスラーとしてめちゃめちゃレベルアップすると。うん。でも G1 終わって、まあもしね、優勝できなくても、最強なプロレスラーになれそうかなと思うし、まあいっぱいね、いろんな人と対戦できるし、次をね、やっぱ目指していきたいと。うん。で、しかも今回の、成田選手、まあもちろんハウスオブトーチャーってこともありますし、非常にこうね、いやらしい攻め方してきたんですけど、その成田選手に対しても、まあ成田さんね、戦って、もともと本当にね、ストロングスタイルの選手だから、まあ本当にね、関節も上手いし、打撃も上手いし、戦い方も上手い、すごい選手だから、その選手に勝って、もう毎回毎回ね、本当にすごい自信が、ついてるからめちゃめちゃ嬉しいと。で、明日のヘナレに関しても、まあヘナレもね、マオリで初めての、プロレスの選手だけど、私もねカザフスタンの初めての選手であると、まあ二人はね、世界選手権みたいな戦いになるかもしれないから、明日もちゃんとね回復して、頑張りたいと思うと、よろしくお願いしますっていうコメントしてるんですけど、いやもうどんだけいい人なんだよと、ボルチン待ってくれよと。いや普通さ、成田選手とハンスオブトーチャーと対戦したら、まああいつはマジで汚かったとかな、まあザマフリオとか、まああんなやつは倒して先制したよとコメント出す方が多いと思うんですけど、ボルチンちゃんとの成田選手のこともリスペクトしてるし、まあめちゃめちゃね、うまくていい選手だったんだけど、まあそんな選手に勝てて、よりね自信がつきましたとか、まあ次に対戦するヘナレ選手に対しても、まあヘナレもねやっぱマオリの、そのマオリっていうね国を背負ってやってるすごい選手だけど、まあ私もね、カザフスタンっていう国を背負ってやってるすごい選手だから、なんか二人ともね、世界選手権みたいな戦いになるかもしれないっていう、ね、なんだこのいい人すぎるコメントは、マジで待ってくれよボルチン、お前どうなってんだよ一体、もう一番いいコメントだよボルチン、本当にいいやつだよ、もう友達になってほしいわっていうぐらいの、まあ非常にねこう好青年ボルチン全開なんで、これ正直ね、ボルチンを応援するなっていうの無理がありますよ、これ。こんなにね、ヤングライオンって若くて経験も少ないのに、体も出来上がってるし、なんだったら日本語も喋れるし、試合内容もいいし、説得力あるし、しかもコメントもめちゃめちゃ好青年でどこまでも謙虚っていう、いやもうこれはね、ボルチン、逸材でいいんじゃないですか、俺。本当にボルチン、もう G1 優勝でいいんじゃないでしょうかと思ってしまうぐらいのね、非常に僕は今、ボルチンオレック選手にメルメルなわけなんで、まぁ、あ、ちょっと今後ともね、やっぱボルチン選手の試合にはね、注目をせざるを得ないというぐらいの、非常に素晴らしい、ボルチンオレック選手でございました。というわけで今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。